柿の木に実がたくさんなっています。あなたが本当に好きです。昨日、新しい服を買った。私の祖母は百歳です。彼女は指が細いですね。レストランは空いていました。 夕食には何を食べたいですか息子は6つになりましたお母さんによろしくお伝えくださいこの道をまっすぐ行くと駅ですその映画はとても悲しかった彼はシートベルトを閉めた私たちは 先月11日に結婚しましたこのブドウは酸っぱいです手紙が届くのに3日かかりました今日は妻の誕生日だ時の経つのは早い彼に会えて嬉しかったご主人はお元気ですか 冷たい飲み物をください。彼女はとても綺麗だ。時計を見たらちょうど3時だった。旅行の日程が決まりました。彼女はいい友達です。こっちに来てください。そこを左に曲がってください。 私は犬が大好きだ。彼はとても楽しい人です。僕は新しい靴が欲しいです。土曜日の夜はクラブに行きます。窓を開けてください。彼は辛いものが好きです。これはかなり金がかかった。 店員は若い女の人でした来月の20日は弟の誕生日です何か飲み物が欲しいな彼女はよく喋るね私は腕時計を4つ持っています5人で旅行に行きました 今夜は月がとてもきれいです。娘は明日9つになります。彼は昼過ぎに来ます。彼女は青い目をしています。このコートはとても暖かい。電気をつけてください。 私は昼のドラマを毎日見ます水を一杯ください私はこの店によく来ます日曜日は海に行きました明日会社を休みますここから富士山がよく見えますここには何もない 10日後に帰ります昨日の夜は家にいました猫が屋根に登っているクーラーはまだ治りません9日に荷物が届きますリンゴを8個ください 鼻がかゆいです。ソフトクリームを2つください。お父さんは会社員です。桃を5つください。どうして泣いているの動かないで。日本人は、 お米が大好きです。弟は野球が好きです。彼は時々遅刻します。この紙を半分に切ってください。彼には子供が6人います。彼女に黄色いバラを買いました。 32ページを開いてください。私は父が大好きです。彼女は茶色の靴を履いています。彼は留学生です。あれは何ですかこの書類を書き直してください。この子は今年7つになります。 近所で盗難事件が起きました。このスープはとても熱い。日本の食べ物はとても美味しいです。そこには私一人しかいなかった。喉が渇きました。その店の前で会いましょう。 バナナが7本あります今日はこのホテルに泊まります後ろを向いて彼女は背が高い今日はとても暑い彼女は多分家で寝ています昨日から腰が痛い 絵に触らないでください。宿題は自分でやりなさい。4月に大学に入学しました。私が手伝いましょう。晩ごはんは食べましたか彼はとても優しい人です。このケーキは美味しいね。 今日はいい天気ですね。わからない場合は私に聞いてください。水曜日はバイトがあります。これからより一層努力します。今の首相はあまり力がない。彼は就職試験を受けた。 私はよく図書館を利用します。彼は新製品に興味を示している。その会社は来月、キャンペーンを行う。そのデモについて政府は何もしなかった。問題が一つあります。昨年は地震が多い年でした。 合格者が発表された。怪我はもう治りましたか電車のドアが開きました。前売り券は窓口で販売しています。新しいビルの建設が始まった。その事件の犯人はまだ捕まっていない。この車は よく持っているね。彼女はアメリカの企業で働いています。彼は何年も地震の研究をしている。現在の気温は三十度です。この服は三百ドルしました。私にはたくさんのお金が必要だ。 このソフトにはいろいろな機能があります学生たちはインターネットでいろいろな情報を集めたダムの開発に住民は反対していますここは一方通行ですここは父の土地です犬に餌をやった。 ゴミのリサイクルが普及している。最近、株を始めました。コーヒーをもう一杯ください。夢を実現するには努力が必要です。遅れた理由を教えてください。会談の内容が発表されました。 宇宙人は存在すると思いますかその会社は女性を多く採用している。彼はその事件に関係がない。交差点で事故が発生した。弟は切手を集めています。はじめに会長が挨拶した。 このアンケートは大学生が対象です。二者は互いに競争している。ここは道の状態がとても悪いです。私の両親は昭和生まれです。姉夫婦に男の子が生まれました。次は全国のお天気です。 そのニュースは彼に大きなショックを与えた彼女は命令に従わなかった政権が交代したこの商品はよく売れている2 0キロのダイエットは可能だと思いますか来年から新しい制度が始まります 私は世界旅行をしたい昨日の会議について報告があります私は政治に関心がある良い家を選ぶのは難しいお金はまだ十分ありますこれは大きな社会問題になっている彼は その詩を用いて自分の気持ちを伝えたここが私の家ですこれは世界最大の船ですあなたの意見が聞きたいです一緒に対策を考えましょうおばは小さな会社の社長ですまあ今回は許してあげよう 帰ったら、まず手を洗いましょう。料理がたくさん残りました。この携帯電話が使えるのは国内だけです。この建物の構造は複雑です。試合の相手は誰ですか病院はどこですか 私たちは今、結婚資金を貯めています。これはイタリアから輸入した服です。部長を除く全員が土曜日も働いた。子供の頃、よくその公園で遊んだ。私は四つの会社に投資しています。 彼がクラスの代表だ今後の方針が決まった彼は歌で自分の気持ちを表現した音楽は彼の得意な分野ですシステムの構成を変えてみました飛行機が1時間以上遅れた 災害に備えて大量の水を買い込んだ彼女の大きな帽子はとても目立つその質問に対する答えが見つからなかった彼女が私のスケジュールを管理している今日は自由な時間が多い今後とも よろしくお願いします。彼は事故で怪我をしました。ガソリンの価格がどんどん上がっている。私は彼から大きな影響を受けました。お相撲さんはみんな力持ちだ。引っ越しを業者に頼んだ。 トラブルがやっと解決した明らかに彼が悪いこの本の内容を説明してくださいよく答えがわかりましたね今月と先月の売り上げを比べたそれはすべて事実ですか 私たた。ちは2階に上がったこのソフトで日本語を勉強することができます事務的な処理に1週間かかりますあの人たちは皆同じ方向を見ているボルドーはワインの生産で有名だこの部分は問題ないです 彼は選挙に出るつもりだ激しい雨が降っています今日の新聞どこに置いた塩コショウを加えてくださいこの街は人口が増えた彼がパーティー会場を提供してくれました 銀行は三時まで開いています信号が青に変わりましたこの段階では決断するのはまだ早いそれは最近話題の本ですねここが建物の中心です作業するには もっと広いスペースが必要だその2社は対立しています試合の結果を早く知りたい彼は一人旅の計画を立てた兄は船の設計をしています彼女は自分の立場を分かっていない 東京は日本一大きな都市です。お金がほとんどありません。彼は小さな会社に勤めています。この動物園は日本一の規模です。この事故の原因は何ですか彼が来た目的がわかりません。 今日の予定を教えてくださいみんな私たちに期待していますフランスの大統領は誰ですか党の代表が質問に答えました後で電話しますこのビールはあまり美味しくありません 今夜は大いに語りましょう。この温泉はただです。彼は文章がとてもうまい。後に彼は総理大臣になりました。留学してから私の世界が広がった。受付でプログラムを受け取った。 今日はこれらの問題について話し合います。運動会は9時開始です。会議で重要な決定がありました。毎年多くの人が海外へ旅行する。この地域は雨が多い。突然電気が消えた。 すべてのシステムが停止した。その計算は間違っている。日本での生活は楽しいです。国会が再開した。仕事がほぼ終わりました。仕事を続けてください。 彼女は同じ間違いを繰り返した。電気がついたままですよ。バラにはいろいろな種類があります。東京に来るのは初めてです。一般の方はこちらの席へどうぞ。 このプリンターは従来のものより早い。新しいコンピューターを買った。写真はいい思い出になります。なお、雨の場合は中止です。私たちがその問題を調査しています。ここは静かな住宅地だ。 早く授業を進めましょう遠くに彼女の姿が見えたその仕事は危険を伴うそれはどういう意味ですか私はテレビをあまり見ません計画を一部変更しましょう 国は国語教育を強化していますこの曲線がこの車の特徴です彼は行政を改革したいと思っているこの単語の意味を辞書で調べましょう今値段を交渉しています。 あなたの話は面白いねこれは重要な書類ですいずれまたお会いしましょう大学で経済を勉強しましたそのパーティーに女性は何人来ますか彼はパソコンを2台持っています 我が社の経営はうまくいっています。島の人口は年々増加しています。母はまだ外国に行ったことがありません。今日中にこの問題を検討してください。体重がかなり減りました。 彼は食品工場で働いています。最近彼の評価が上がった。その問題に関する記事を読みました。彼は非常に高い技術を持っている。今年は変化の多い年でした。 全体の80%が完成しました。彼は大きな声で話した。いい方法を思いつきました。うちは5人家族です。現在、スペシャルキャンペーンを実施中です。まず相手の動きを見ましょう。 新しいホームページが完成した明日は市民マラソンに参加します彼は良いところだけを強調した会社で新しいシステムを導入した気温は35度に達した。